朝10時22分気温は18度ぐらいかな。コットに寝袋パンツ一丁で寝ても全然快適でした。ドブ君もパンツ一丁に寝袋、はい、8時間以上爆睡、家よりも寝ましたねサーカス TC の雨のがちょっと降ってきて寝ます。ズバリからこんな感じで見えますかね。防水性能もまあまあいい感じでしょう。まあ、歩けばこんな感じですか。雨が溜まっております。ズバリの朝、うん、いい景色でございます。今日の朝食はこれらの食材を使ってパン料理作ろうかなと思います。マッシュポテトを作りましょう。昨日の晩もこれ作ったけど美味しかったですね、うん、マッシュポテト正解だよ。これいいですよね。コストコマッシュポテト、うわホクホク、つまみ食いしたくなる。はい、マッシュポテトです。ハム、ハム、ハム、ダブルハムと。そうね片面バターだけで。いやしかしあれだね、カメラ外のところは全然見せられないしっちゃかめっちゃかでございます。夜ね雨降ってね、まあノブくんは全然起きる気配なかったけどポタ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 ぐらい音が聞こえるぐらいまで雨降ってきたんですよね。うんうん、胡椒でも入れとくか。この皿になってなんか切りやすい油捨てたいな。じゃあミヤちゃんは、ミヤさんは、ミヤちゃんはハムじゃねえやツナサンド、はい、行きましょう。いやツナとコーンが入ってますね、うん、シーチキンコーン、いやいいね、胡椒、ジュー、マヨも、マヨ、マヨで、ちょっとこうほぐして混ぜ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 、よいしょ、おはい、なかなかいい感じですね。でしょ、美味しそうでしょ、うん、走りねちゃんとこう揃えてね、さすが A 型ですねで、こうあとはこう、これをカット、ホクホクのマッシュポテト、うまそうだね。これだけもうちょっと胡椒入れる？いい胡椒フリフリ、どんだけ朝から胡椒香辛料スパイシーなものを食べるのかとグレースっていうのを買ってきたんですよ。サラダやサンドイッチにピリッと爽やかだから、これなんだろう、からしみたいなのかな、なんだろう、あ確かに、ちょっと食べてみていい？どうぞ。うん、食べてみそうなんか、かいわれ大根のちょっと辛いやつみたいな。あー、確かにそうですね、うん、ハムと合わせると美味しいかもよ。うん、あハムと合わせると美味しそう。こんな感じに彩りはいいんじゃないでしょうか、うん、ハムサンドイッチ、チーズが入ってるやつをホットサンドにしちゃいます。
15分ぐらいある感じですね。はい、焚き火フライパンはうまくガスコンロで使えるか。斜め。いや大丈夫です。塩。胡椒。おー、うまそう。二人でやるとメニューが具沢山。本当にたくさん食べれますね。これ蓋閉めてないからか。ブラシができないのか。でもいいじゃないですか。それで。この半熟で、半熟で難しいね。難しいですね。目玉焼き割れちゃった失敗。じゃーん、焦げちゃったちょっとやりすぎましたね。これあれでしょう、パンが柔らかいやつだと多分時間短くてよかったんですよね。ちょっと焦げだけ削ぎ落としておきます。よし、豪華朝ごはん完成です。サイドチーズ串と、はい、オニオンスープ。そうですね、入れたてコーヒー、入れたてコーヒー、そして最後にマッシュポテトをちょっと食べれるかなと。はい、あと目玉割れちゃって目玉焼き、はい、あとちょっと焦げたホットサンドまだ入れ中のコーヒーですね。じゃあ美味しく食べちゃいましょう。いただきましょう。いただきまーす。これはインスタントのオニオンスープあ、うん、あ、うまい。これもうまい。チーズサンド、はい、あったかいうちにね、食べちゃいたいと思いまーす。はい、僕もいただきまーす。焦げが焦げが苦い目が苦い。これがね、豪快にね、2つ同時に。お、ポテトサンド、ポテトサンド、ハムとクレスっていうこれで挟んだちょっとピリ辛な感じのやつですね。サンド同時に、あマッシュポテト簡単。いや、すごいすぐ作れていいですよね今度はね、これは胡椒をちょっと入れたんですよ、うん、サンドはね。僕もいただきます。うん、クレスのピリッと感効いていいですね、これ。キャンプの男飯ってね、あの緑がないから、あんまり。確かに唯一の緑ですね、うん、サーカス TC の中で食べる朝ごはん最高。しかもね、あったかい、うん、料理してるとまたあったかくなりましたね、うん、あの料理したら2度上がった感じですね。20、19度ぐらい、うんうん、19.5 ぐらいかな。ほんとあったかいですね、このあったかい、風ないし、うん、ツナコーンサンドいただきます。あ、うまい。目玉焼き割れたやつ食べたらこんなになっちゃった。パンつけちゃおうかなあ、それはそれで美味しそうです。あ、うん、意外にこれいい
あり。マッシュポテト本当いいよ、うん、マジでいい。でもちょっとね、水分のこうやり方によってこう粉っぽさはね出るんで、これをちょっと丁寧に入れてあげるといい感じ。マッシュポテト、これにねクレイジーソルトとかかけると美味しいんですよ。うん、うまそう。うん、うん、うまい。クロスのスパイスもあるけど、どっちがいい？じゃあクレイジーソルトと。クロスのスパイスでいいですか？クロスのスパイス。どう？お、うまそう。卵つけてみる。うん、卵もつけちゃう。アンド卵みたいな。いただきます。あーめっちゃうまい。このスパイスやっぱうまいっすね。うまいうまい。キャンプ料理にはね簡単でいい、うん、クレイジーソルトとクロスのスパイスとか持っていくといいですよね。完食です。お疲れ様でした。あとは入れたてのコーヒー飲んでゆっくりタイム。のんびりです。頑張って畳んでおります。エア抜きエア抜きエア抜き。虫がすげえ。いやー、小掛けを畳むのはなかなか難しいですね。難しいね。焚き火やったのがこの辺ですね。多分この辺ですね。3箇所の真ん中ら辺、うん、なんかちっちゃい芽も生えてるから地面に影響はなしと。やっぱあのシート良かったんだね。すごいですね。全然緑のまだ生えてますもんね。すごい。でテントの跡があちらの方ですね。この辺でサーカス T シャツを貼ったんですけど全く分かりませんって感じですね。まあ影も形もない形で帰りたいと思います。はい、それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。